いてのターゲットはジャングルポケット斉藤。気取ってコーヒーなど飲みながらやってきた斉藤は一体どんな反応を見せてくれるのか。次はこの美脚、そう、カバチだ。頭がおかしい。ちょっとかんわカツラ返してカツラ返して行けちょっとちょっとちょっとタレントアルカ・クリスティーン。何も知らずに歩いてくる彼女は突然の恐竜の出現にどうなるのか。大丈夫なわけないじゃないですか。タイツ破れた。